おい、どうしたみすず、元気ねえじゃねえか。何かあったのか。へえ、いろいろあったのよ。ごめんなさい、私もうあなたと友達ではいられないのかも。来い。ちょっとどこに行くの。もう1時間目始まるわよ。関係ねえ、来い。何しょぼくれてんだお前。俺と友達じゃいられねえってなんだ。ぶっ飛ばすぞ。恐喝だわ。だって私体力全然ないから、一緒にスポーツだってできないし。関係ねえだろ。俺だって年中動き回ってるわけじゃねえし。他の奴らとはしゃいでる時よりもお前の隣にいる時間の方が俺にとってはずっと大切だ。お前は違うのかよ。そういうのどこで覚えてくるの。俺なんか変なこと言ったか。動けるとか動けないとか、そんな重要なことかよ。例えばほら、あれだ、スポーツ選手となんかの博士が友達になってもいいと思わないか。なんかの博士って何よ。笑うな。いろいろ考えてたことが馬鹿らしくなってくるわ。